おはようございます。山遊びのたけしです。現在8時30分です。現在、マウントのリクラスノーリゾートの、山帽子第3駐車場というところに来ています。はい、今日はここから上りは、スキー場のリフトを使用して、のりくら岳にピストンして日帰り登山していきたいと思います。では、9時頃からねリフトが動くようですので、チケット購入して、リフトに早速乗っていきたいと思います。1回券を2枚お願いします。1回券2回分。2枚分、はい。はい。はい、現在9時20分です。リフト2本乗り継いできまして、最高地点までやってきました。はい、ここからはね自分の足で登っていく感じになります。現時点がねもうすでに 2000m ぐらいありますので、乗鞍山頂までだいたい 1000m ほど登るような感じになります。はい、結構ね繰り返し急登とかもあるようですので、頑張ってね、登っていきたいと思います。強くなってきました。万全の装備でねここから上登っていきたいと思います。登山道もねもうふかふかの雪から結構アイスバーンが固まった道に変わってきてますので、滑落とかスリップとか注意して行っていきたいと思います。
では360度の大絶景ご覧ください。はい、というわけで、時刻が4時になりまして、スキー場のゲレンデまで降りてきました。お疲れ様でした。あとはね、スキー場のリフ、ゲレンデを歩いて降りるだけなので、今回の動画はここまでにしたいと思います。乗鞍岳、本当に僕がね、自分が今まで登った厳冬期の雪山の中で一番ダイナミックじゃないかなというぐらい本当に壮大な景色が見られて、天気もね、こんな感じで、味方をしてくれて、本当に360度の大絶景が楽しめました。やっぱり北アルプスのね、厳冬期は一味違うなというふうに思いますね。登山道についてなんですけれども、前半樹林帯で後半から、本当にもう森林限界を超えてという感じになります。樹林帯を抜けると本当に風が強くなってきますので、防寒対策ももちろんですけれども、暴風風の対策も、この冬の時期はしっかりとしていただくことをお勧めします。片の小屋までは本当に、緩い坂、急な坂を繰り返しながら、比較的安全な人気の山なのでトレースもしっかりあってという道になります。で、片の小屋から上が、風が強いこともあって、積雪というよりも結構アイスバーンしているような感じになりますので、12本爪アイゼンとピッケルをしっかり使って、滑落とかしないようにね、安全に気をつけて登っていく必要があるかなというふうに思います。コースタイムですけれども、7時間ほどで、今日はここまで降りてきました。リフトの動く時間が、9時からですので、リフトを使って、ピストンしようという方は、だいたいね、これぐらいの4時とか5時とか、日暮れ近い時間になるかと思いますので、あまり余裕を持った工程ではないんですけど、日帰りも全然可能かなという、そんな感想です。というわけで、今回の動画は以上となります。この動画が少しでも気に入っていただけましたら、チャンネル登録とグッドポイントぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。